モントリオール世界選手権では、SP19 位から総合3位へと驚異的な逆転劇を見せたフランスのアダム・シャオイムファ。ニューヨークでブノワリ賞と振り付けをしていた彼が、ナンバーウェブの独占取材に応じた。GP2 試合を連勝し、世界選手権でも優勝候補の1人だったシャオイムファ。その彼が世界選手権の SP で2度ミスし、19位スタートになったのは予想外のことだった。 プレッシャーが大きすぎたのだろうか SP もフリーも滑る前に感じたプレッシャーは同じでした。GP ファイナルで感じたようなストレスはなかったのですが、攻める気持ちが十分でなかったのかもしれません。SP の後ととても失望して自分に腹を立てていました。フリーではとにかくできることをすべてやるということに集中しました。バックフリップを決意したのは飛ぶ12秒前。 フリーではこれをシークエンスの部分で禁止技のバックフリップを入れた。バックフリップをここで見せるといつ決めたのだろうか。実際に飛ぶ12秒前くらいです。わら、フライングチェンジフットコンビネーションスピンの後くらいに、良い演技ができたし体調も良く、バックフリップを入れたらいいかな、と。それまでは全然考えていなくて、良い演技をしたいとしか思っていなかった。 でもこのプログラムはバックフリップを入れたらさらに良くなると思ったんです。観客たちからは熱狂的な歓声と拍手を受けたものの、ジャッジからは2ポイントの減点を受けた。それでもフリー206.90でイリア・マリニに次いで2位。総合でマリニン、鍵山優真に次いで3位と、SP から実に16人抜きを果たした。なぜ今季、あえて禁止技に挑んだのか。 シャオイムファがバックフリップを試合で見せたのは、上海杯、フランス杯、ヨーロッパ選手権に続いて4度目のことだ。今季、あえて禁止技を入れることに決めたいきさつは何だったのか。初めて習ったのは昨年の5月で、実は日本のアイスショーで SP を滑っていたときに、バックフリップを入れたらかっこいいかもと思いついたんです。何人かのジャッジに聞いて回って、 試合でバックフリップをやったらどんな減点を受けるのか、失格になるのか確認しました。2ポイントの減点だけだと聞いて、それならやろうと思ったんです。アイスショーでバックフリップを演じるスケーターのほとんどは、過去に体操をやっていた経験がある。だがシャオイムファはそうではないのだという。僕のコーチが体操の経験があり、氷の上でもバックフリップをやっていた。 その彼から習ったんです。危なくないように最初はフロアで練習をして、それを2週間毎日やった。ハーネスとヘルメットをつけて、段階を踏んでやりました。氷の上に移ってからは最初の日は怖くてできなかった。不安だったらやるなと言われていたので、でも次の日は自信がついたのでやってみようと思ったんです。結局、氷の上では2日間でマスターしたという。